そんな出会いがある。心躍る瞬間をショップチャンネル。こんにちは。時刻は午後3時を回りました。午後のひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。ショップチャンネルキャストの三崎香織です。よろしくお願いいたします。さて、この番組はですね、お客様からいただいた投稿に我々キャストがお答えしていくという双方向の10分間になっています。今週の投稿のテーマですが、こちらでございます。あなたの生活の知恵を教えてくださいということで、1週間テーマで募集しておりました。本当にたくさんの投稿ありがとうございます。では早速、皆様からいただいた生活の知恵をご紹介していきましょう。まずはこの方です。レモンティー様からいただきました。簡単ゆで卵のみじん切り。よくスーパーとかで売っているみかんが入っている赤いネットの中にゆで卵を入れます。それを絞り出すと、あっという間にみじん切りができます。レモンティー様、投稿ありがとうございます。なんか卵のみじん切りって、こう包丁とかで切ったりすると結構飛んだりとかね、まな板洗うのが大変だったりそうですけれども、みかんが入ってる赤い袋でビーって絞り出すと簡単にゆで卵のみじん切りができちゃう。それでサラダ作ったりとか、それからサンドイッチのトッピングにするのも良さそうですよね。レモンティー様、投稿ありがとうございます。おちゃん、では続いての生活の知恵はどんな知恵でしょうか。この方です。キョンキョンさんからいただきました。私の知恵ではないのですが、祖母が米ぬかを炒めて米ぬか雑巾を作って床を磨いていました。母も使ってました。実家は床がピカピカでツヤツヤでした。私が結婚する時もぬか雑巾を持たせてくれました。祖母も母も亡くなり、今はモップで掃除をしてます。きちんと作り方を教えてもらっとけばよかったと。キョンキョン様、素敵な知恵ありがとうございます。この米ぬか雑巾を見ると、実家の床がピカピカでツヤツヤだったのを思い出すっていうのは、なんか素敵な思い出でもありますよね。で今 さっきね、番組のスタッフと調べてたんですけれども、割と最近米ぬか雑巾っていうのが売っていることもあるそうなんですね。キョンキョン様、投稿ありがとうございます。私も機会があったらこれやってみたいなと思いました。では次の投稿はこの方です。初めて投稿いただきました。レイモンド小原様からの投稿です。お菓子や食パン、食材、野菜、商品などが入っていた包装袋は捨てずに、炊事の際に出るゴミを捨て入れ、とことん利用してますと。レイモンド小原様、投稿初めていただきました。ありがとうございます。番組特製のこちらのオリジナルのですね、ステッカーをプレゼントさせていただきます。今ってやっぱりこう SDGs ということが言われている昨今ですけれども、本当にこの出る袋に、これから出るちょっとこうお野菜とか切った後の生ゴミを入れてからゴミ袋に入れたりすると、ゴミを捨てる時にも捨てやすそうですよね。本当にこれからもレイモンド小原様ショップチャンネルのこのお茶以降に投稿をどしどしお付き合いのほどよろしくお願いいたします。さらにもう一方、この方も初めての投稿なんですけれども、ブラックシンカリオン様からいただきました。ありがとうございます。ジーンズのような厚みのあるパンツは裏返して洗濯してから干しています。シンプルですが、はあ、ポケットの周りも乾きやすくなり、今まで裏返さず干していた頃より短時間で乾くように感じていますと。ブラックシンカリオン様、ありがとうございます。確かにこういうポケットの周りってこういうところですよね。こういうところが、あー、生乾きって、生乾きってありますけれども、それを最初から裏返しちゃって干しておくと乾くのが早くなる。これから6月7月って梅雨時って、もう部屋干しが大変ですけれども、裏返してから干す、特にジーンズなんかはやってみますね。ブラックシンカリオン様にも、番組特製のステッカープレゼントさせていただきます。そして続いての投稿はこの方です。九春高麗様からいただきました。あなたの生活を知恵を教えてください。こだわりを少しずつ減らしていくことです。もちろんこだわることは悪いことではないのですが、私の場合こだわりが強すぎて苦しく感じることが多々ありました。そこで昨年
60歳になったのを機に考え方を変えようと思ったのです。今は気持ちに余裕が生まれ、以前より穏やかに過ごせています。ちょっと眉間のシワも薄くなったような気が。深いですよね。ありがとうございます。本当におっしゃる通りで、こだわりとかあと細かいことに気がつくっていうのは、それで良いことっていうのももちろんたくさんあると思うんですけれども、私なんかもやっぱりこう40過ぎてきて本当に同じように感じるんですけれども、省いていった方がいいこだわりを捨てていくと肩の荷がなんか軽くなるような気がします。でもなんていうんですか、九州トーンライスも逆になんかこれからまたこう教えていただきたいんですけれども、自分が培ってきた性格っていうのもあるじゃないですか、ね、こだわりが強いっていうのを、九州到来様の場合は60歳になったのを機に考え方を変えるようと思ったのです。自分がなんかこう、なんか今までの考え方とかこだわりって変えるって大変じゃないですか。どうやって変えられたのかっていうのも、もし機会があればまた来週とか再来週でも九州到来様教えていただけると幸いです。ありがとうございます。さあ、そしてですね、ここからは番組調べの皆さん の、 生活の知恵になればいいなっていうことをご案内しましょう。まず一つ目は、ぬるいビールを早く冷やしたい時ありますよね。なんと氷の上でビールを回転させるとすぐにキンキンになるそうです。いやこれですね、皆様すごくて、箱買いしたビールとかがありますよね。で急にお客様がいらっしゃるとかってなった時に、どうしようぬるいビールって時にはボウルの中に氷をいっぱい入れてビールをそこに入れるんですって。でそれでこう回転させると 2,3 分でキンキンになると番組スタッフは言っておりました。やってみたい。ありがとうございます。これから暑くなりますのでね、え、これは何て言うんですか、ただ冷たいところに置いたから、つまり冷蔵庫なんかに置いておくよりも回すことでこのビールの中で対流が良くなって効率よく冷えると言われているそうです。ぜひボールに氷もやってみてください。そして続いて番組調べの生活の知恵、にゃーと言いながら前屈すると体が柔らかくなる。ということでこちらを今日は実際にご用意しました。簡易前屈計測器です。ちょっとやってみますか。ちょっと靴も脱がせていただきました。失礼します。まずは何もしない状態で前屈いきます。このぐらいでしょうか。結構きつい。このぐらいきました。で次にゃーって言いながらね、いきます。にゃー、ありがとうございます。これ実はにゃーということで体の声、筋肉が緩んで、息を、ね、吐きながらすることで体が柔らかくなる。つまりは皆様こうやってね、こうやってやるのか、にゃーっとやって、自己責任ね、皆様よろしければおやりになってみてくださいませ。さあ戻ります。にゃーということで、もうよくわからないまま来週の投稿を発表させていただきますけれども、来週の投稿テーマはこちら、忘れられないアルバイトの思い出を教えてくださいということで、あら、どんなアルバイトの思い出ございますでしょうか。この後登場はですね、先ほどもちらっと映っておりましたけれども、素敵なジュエリーを北条キャストがご案内いたしますので、北条キャストもアルバイトなんかされていたのかしら。来週北条キャストもお茶以降を担当しますので、皆様この後も素敵な午後をお過ごしくださいね。ハバーナイスニャー。ご褒美にとっておきを、毎日にとびきりを、プレミアムファッションウィーク